今日は5分ぐらいの散歩がどれぐらいぐらいなのか実験でやっていきたいと思います。朝っぱらです。時間は6時7分、ちょっとですね、今からちょっとだけ歩きながら実況レポートをしたいと思います。朝っぱらからブツブツ言いながら歩くのは、もし人に見られたらこの人はちょっと頭がおかしいんじゃないか、そういう風に感じられると思います。今の気分は非常に眠い、眠くてしょうがない。これから冬にかけてどんどん寒くなっていくかけど、果たして朝早くから起きられるのか、とても心配です。しかし我々ダイエッターは簡単に諦めることはしません。あなたの脂肪が90日で10キロ痩せる玄米ダイエッター、ピタゴラス・マキオです。私と、そして私に続く同志の皆さんのためにも、無理せず楽に、あなたの脂肪が90日で10キロ痩せることを目標に、1ヶ月約3キロ、無理しないダイエットを始めたいと思います。山がちょ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 抜いています。このダイエットのテーマは無理をしないということが基本です。なので気分が乗らなかったら乗らないなりに、気分が乗ってきたら乗るなりに行きましょう。人生は勢いです。ここで約3分なので折り返しターンをしたいと思います。これはですね、秘訣がもしあるとするならば、毎日3分でもいいので続けることが秘訣です。なお、ちなみにですね、この5分だけでもいいっていうのはですね、この動くことによって、代謝がですね活発になることですね。そして全く動かないより、少しでもたとえ3分5分であったとしても動いた方が一番いい。1分間でもいいです。全くですね、散歩も運動もしないので痩せるというのは、リバウンドをする確率がかなり高い、かなり高いです。めちゃくちゃ高い。あなたの経験がないでしょうか。あなたの過去を今まで振り返ってみてください。何回も痩せたい痩せたい痩せたい、私は痩せたいと思ったことがあるでしょう。私も何回もあります。そのためにちょっとあえて少し痩せて、1キロ2キロ痩せて、またすぐにリバウンドしたような出来事はなかったでしょうか。私はあります。じゃあ何回もあります。じゃあもう14年前から太って痩せて痩せて太って元に戻って、さらに元の体重よりさらにリバウンドして、これの繰り返しで70キロ近くまで行きました。16年前までは50キロもなかったのに、
あれから、あれから14年、16年、あれから16年、16年で20キロも太ってしまいました。あれから16年、20キロ。あの頃は痩せてた。そろそろ朝日が昇ってくる頃です。しかし、今日は曇っているので朝日が見えません。見えるのはサトウキビ畑、サトウキビだらけです。見えるのはサトウキビだらけ。サトウキビが風に揺られてゆら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 鳴いております。まもなくまもなく終了です。ピタゴラスレポートでまもなく終了です。この動画、誰か一人でもあなたの役に立っていますでしょうか。しかし実際に私はこれはドキュメンタリー形式でお伝えしますので、実際に痩せたらあなたの希望が湧いてくるかもしれません。今日は以上です。ありがとうございました。